お台場みんなの夢大陸は2015年から2017年まで毎年夏に開催されたフジテレビジョン主催の参加型イベント。お台場みんなの夢大陸メイン会場のフジテレビ本社や1階広場1997年にフジテレビが本社を東京都新宿区川田町から港区台場に移転、同年台場本社初の夏イベントとしてお台場ドゥードンパを開催。以後、 年度を重ねるごとに、お台場冒険王、お台場合衆国、お台場新大陸へと進化、発展を続け、その、お台場新大陸を、さらに発展、タイトルを再度解題、リニューアルする形で2015年から始まったのがこの、お台場みんなの夢大陸である。なお、フジテレビ夏のイベントで、夢とつくのは1987年の、夢工場87以来29年ぶりである。 本イベントは、副題の通り、夏祭りがテーマ。富士テレビ本社やオシ会場に、東京臨海副都心大海ピーク角では、スマイルランドや、居酒屋エグザイル、パークなどで構成、富士テレビの人気番組のブースなどの他番組の、公開生放送、収録、目覚ましライブ等のステージイベント、グッズ販売などを行っている。初年度の2015年は、 お台場夢大陸ドリームメガ夏祭りとして、7月18日から8月31日まで45日間に、渡って開催され、連日夜21時30分まで営業された。2回目の開催となった2016年はタイトルを、お台場みんなの夢大陸2016と解題し、7月16日から8月31日まで47日間に、渡り開催された。なお、 会場時間は2014年のお台場新大陸以来2年ぶりに10時18時に復した。3回目となった2017年もタイトルは前年に引き続きお台場みんなの夢大陸2017として7月15日から8月31日まで48日間に渡り開催された。なお2018年は富士テレビの方針により変わる富士変える テレビの旗印の下、夏イベントも大リニューアルすることとなり、新たに、ようこそ。湾岸夏祭り座お台場2018と改め、7月28日から9月2日まで開催する。これにより、夢大陸は3年間にわたる歴史に幕を下ろす、形となった。富士テレビの男性アナウンサー10名がユニット、お祭り、男穴10人集を結成し、イベントを盛り上げる。 2016年からは上述のお祭り男穴10人集に加え、富士テレビの女性アナウンサー4名によるみんなの夢大陸 PR 隊が広報活動を行っている。富士テレビ本社や、お祭りランド東京臨海副都心大見ピーク角のほぼ全域。サマーゲートスタジアムサテライト会場富士テレビ本社やみんなのお祭りランド東京臨海。 福都心大見ピーク角のほぼ全域。サテライト会場富士テレビ本社やスマイルランドサテライト会場。ありがとうございます。